精油の瓶とディフューザーアロマテラピー、またはアロマセラピーは、一般的には、精油、または精油の方向や植物に由来する方向を、用いて、病気や外傷の治療、病気の予防、心身の健康やリラクゼーション、ストレスの解消などを目的とする療法である。方向療法、香料治療とも、実際様々な方法で用いられている。 ムード作りのインテリアの一種としても使われている。使用される精油は植物に由来する、揮発性の油で、それぞれ特有の方向を持ち、生物活性が、科学的に認められるものもある。精油を使った医療は、アラビアやヨーロッパで昔から行われている、伝統医学、民間療法の一つである。1990年代以降世界的に普及した。 ストレス、うつ病、不安、睡眠の質、月経困難症、女性の性欲の刺激、頭痛にに有効であるとシステマティックレビューにより、示され、殺菌作用を持つ精油は、石鹸などに配合されたり、歯科などでも模索されている。現代では、自己管理の健康法としても用いられている。精油を用いるアロマテラピーは、植物療法あるいは、 ハーブ医学から派生したもので、錬金術と深く関係して発展した。アロマテラピーという言葉は、1930年頃に、フランスの調香師香料研究者のルネモーリス・ガット・フォセが、アロマとテラピーを組み合わせて作った造語である。ガット・フォセのアロマテラピーは、香料を使った療法であったが、その治療効果に香りは関係なかった。また彼は、 近代科学を疑う自然運動家ではなくアロマテラピーを一つの新しい見込みのある療法として医者に推奨していた。日本には江戸時代に西洋医学が伝わった際に精油を用いた医療が伝わり乱放で精油が薬として利用された。アロマテラピーの故障では1980年代にイギリスからの自然派美容マッサージという形で 導入されたため現在の日本ではは医療といいう認識は薄い日本語では方向療法と訳されることが多いが、もともとは、精油を薬剤として用いる薬物療法を指しており、フランスでは現在もこの意味で使われる。イギリスに伝わって、精油を使った美容法などがアロマセラピーと呼ばれるようになり、後に、 声優の香りを嗅いで体と心を癒す感覚療法、リラクセーション法なども含まれるようになった。アロマテラピーの定義は曖昧かつ多様である。現在日本では、広くは、アロマコロジー、美容を目的とする行為、ただ声優の香りを楽しむ行為なども含まれる。日本では声優業者や、美容業界の主導で広まり、趣味や美容法、リラクゼーション法の一種として、 女性を中心に人気を得ている。医療の分野では保管、代替医療の一つとして知られる。病気の予防を通常の治療の補助的療法として利用され、介護や看護の場面で行われたり、病室の環境改善に用いられることもある。発症の地であるヨーロッパでも治療の主な手段となることはほとんどない。声優の医学的利用の研究者は少ないが、 2009年には、臨床研究は徐々に増えてきているとも伝えられる。ティーツリーなどのいくつかの精油は、抗微生物活性が認められているが、心筋、細菌、ウイルスに対する臨床研究は依然として十分では、ない。一般書籍で言われる、声油の効能は、科学的に証明されていないものが多い。また、精神に関わる。 刑事上学的な領域にも取り入れられたため、精油を植物の精髄である神聖な医薬品とみなしたり、他の伝統医学の理論を援用し、心身だけでなく魂の健康を目指すスピリチュアルな施術者もいる。アラビアやヨーロッパでは伝統的に精油が医療に用いられていた。1930年頃にフランスの調香師、香料研究者、ルネモリスガットホセが 精油を使った両方をアロマテラピーと名付け、1937年に精油の医療面での利用に関する本アロマセラピー、レホイールエッセンシエルホルモンズバイヒトレスを刊行した。アロマは方向、テラピーは両方で、アロマテラピーはこの二つを組み合わせた造語である。英語ではアロマセラピーとなる。医学博士の鳥石像は、 精油という芳香物質を使った療法を、香りを嗅ぐことによって、病気を治す療法を意味するアロマテラピーと呼ぶのは、おかしいが、おそらく香料の専門家であったガットフォセは、薬用植物の中で特に芳香性植物から抽出した精油の効能を取り扱うことを強調したのであろう、と述べている。アロマは、感覚を表すと同時に、実体ある。 方向物質を意味している。アロマテラピーは、感覚療法であると同時に、植物療法でもあり、非常に曖昧な用語である。そのため、香りの心理効果や方向物質の、薬理効果の研究の際に、アロマテラピーという用語を避け、アロマコロジー、アロマトロジーという言葉が使われることもある。フランスのアロマテラピーでは、精油の薬理効果に重きを置き、 香りは注目されない。精油の香りによる療法は、フランスではアロマテラピーと区別され、オルファクトテラピーと呼ばれ、精神疾患や神経系疾患を治療するために利用される。鳥居オは、アロマテラピーの定義は時代によって変遷があると指摘している。また、国によっても意味は異なる。精油を使って病気を治す。 技術精油を体内に取り込む、技術精油の香りを嗅いで体と心を癒す技術。フランス語のアロマテラピーは、精油を使って病気を治す技術を意味した。フランスでは医療として医師が言ったが、伝播したイギリスでは主に美容目的で行われ、アロマセラピストは医者ではなかったため、病気を治すという表現を避け、精油を体内に取り込む技術とされた。 時代が下るとイギリスなどでは、これに、声優の香りを嗅いで体と心を癒す技術といった意味が加わった。前の二つは声優の薬理作用を基礎とする定義であり、最後の一つは、嗅覚刺激によるものである。アロマテラピーは、時代や国、業界によって意味するところが異なる。日本では、自然の香りを楽しむ、森林浴などもアロマテラピーに含むこともある。 現在では、美容を目的としエスティックサロンなどで行われるエステティックアロマセラピーと、病気の治療や予防、症状の緩和を目的とし医療、看護、介護で行われるメディカルアロマセラピーの二つの領域に対別される。日本では最初、エステティックアロマセラピーは、イギリス、メディカルアロマセラピーは、フランスの影響を受けたものが広まったと言われる。日本の医療では、 民間のアロマテラピーとの混同を避け、アロマセラピーと呼ぶことが多いが、フランス系が英語で、イギリス系がフランス語で呼ばれていることになる。生科学者のマリアリサバルチンは、近年欧米では、アロマセラピー、アロマトロジー、アロマコロジーの3種類に分類されていると述べている。このように補完、保管、代替医療としてのアロマセラピーとアロマトロジー的な意味合いを含めた、 ヨーロッパ大陸型の従来のアロマテラピーはかなり趣きが異なる。保管代替医療としてのアロマセラピーでは治療より癒しに重きが置かれる。精油の医療への利用は第一次世界大戦時にフランスのガットホセなどにより再評価され、精油の薬効の科学的研究が行われた。それと同時に精神に関わる。 形上学的な領域にも取り入れられた。アロマテラピーを世界的に流行させるきっかけになったロバート・ティスランドは中国思想や西洋先生術の影響を受けており、その著作にはニューエイジ的な神秘思想が見られる。ヨーロッパの錬金術では上流により植物から精髄として精油の抽出を目指しており、現在でも精油を 植物の力や波動を宿す神聖な医薬品とみなす考え方がある。アロマセラピストには花の活気は科学的な方法では殺されてしまうが錬金術師が第五元素を抽出するために用いた水蒸気蒸留法で精油を抽出すれば保つことができると信じる人もある。ベルナーは中世ヨーロッパの錬金術への憧れは 近代医学に対する不満とニューエイジの神秘思想から来ていると指摘している。ヨーロッパ伝統医学における先制術的な身体観や植物の解釈、アーユルベーダのチャクラや中国医学の五行といった理論、宝石療法や波動理論などを取り入れたスピリチュアルな癒しとしてのアロマテラピーもある。声優を使って心身だけでなく魂、 サトルボディの健康を目指すスピリチュアルな手術者もいる。ただし、スピリチュアルな解釈を重視し、科学的研究を軽視、または無視する手術者も存在するため、声優による中毒や副作用などの問題が起こる、可能性もある。ドイツの神秘思想家、ルドルフ・シュタイナーの世界観を背景とし、西洋医学に基礎を置い,いた代替、補完療法である、人治医療。 看護は、1900年代初頭に、スイスドイツを中心に発展したが、このケア技術の一つに精油を用いた両方がある。リズミカルマッサージを前身とする、リズミカルアインライブングと呼ばれる両方は、アロマオイルや軟膏を定型フォルムに沿って、リズミカルにケアリングタッチで皮膚に塗殺する、ケアで、主体ナーと、共同していた、医師いタ・ベーグマンが創始した。その源流は、 スウェーデン式マッサージにあるとされているが、マッサージと異なり、筋肉を揉みほぐすのではなく主に警察法を用いて、オイルや軟膏を皮膚に塗布しなじませることを主眼とする。加えて、リズミカルな主義によって、人間の自然治癒力の回復を促すケア技術で、あると言われている。4構成要素モデル、生命力、心に加えて、 精神を持つホリスティックな存在と考えると、酸素、構造モデルという人知医療の理論に基づいている。痛みの緩和や、呼吸の改善、健康感上昇、信頼感、安心感の形成、集中力強化などの効果があるとされ、また、共に癒される、ケア、看護の質を耕すケア、孤独を癒し合いを伝えるケアとしての可能性を持つ、ケア技術でもあるという。 アロマテラピーで使われる精油は、花、茎、幹、根、樹脂、下皮などを水蒸気蒸留することで得られる、揮発性の油である。油脂ではない。低温圧搾で抽出されたエッセンスや溶剤で、抽出されたアブソリュートは、揮発しない成分を含み、厳密には精油ではないが、大雑把に分類すれば、精油と呼ばれる。主に食品業界で香料として利用され、 香水や化粧品にも用いられる。ほとんどの種類の精油は食品添加物として認証を得ているため、動物実験で毒性が確認されている。素水性であり、ビタミン C などの水溶性成分は含まれない。100から250種類程度の方向化合物からなるものが多いが、ローズウッドやクラリセージのように数種類の方向化合物で構成されるものもある。 抗菌、抗真菌、抗微生物作用などが見られる精油もある。精油の薬理効果は、アルコールやエステルといった各成分の薬理効果が重複しており、成分の相互作用について不明な点も多く、その作用を特定することは容易ではない。原料植物の精油成分の含有量は、地域や生産年、抽出部位によって違いがあり、業者によって原料量、 蒸留器具、蒸留時間も異なるため、同じ植物の精油でも、製品によって、成分の含有量に、違いが見られる。理学博士の正治菊生は、アロマテラピーに用いる精油には、抽出植物名、抽出部位、産地、ロットごとの分析表が不可欠であると述べている。しかし、農家から精油の買い付けをする、アロマセラピストの中村あずさアネルズは、 商品として販売される精油は、ラベルの名称と、中身、成分分析表が違うことがあり、明らかに香りがラベルと異なる場合もあると、指摘している。そのため薬剤師、翻訳家の林真一郎は、成分分析表は重要なものだが、この有無だけで、アロマテラピーに適しているか判断することはできないと、述べている。なお、 医療に使われるほど高品質な精油であるとして、医療グレード、セラピーグレードと呼ばれる商品があるが、このような規格はなく、ただの造語に過ぎない。精油が、心身に働きかける経路は、次の三つがあると言われる。精油は、数十から数百の揮発性化合物の混合物であり、一つ一つの成分が、どのように人体へ影響するのかを追跡するのは、 容易ではなく、人体への影響の詳細は、不明な部分が多い。同じ精油、同じ薬理成分でも、使用法の違い、精油が吸収される経路の違いによって、薬理作用は異なり、人体に与える影響はかなり異なることが分かっている。例えば、サンダルウッドの精油は、吸引すると刺激作用が、マッサージに用いると鎮静作用が見られた。 内服を除いて、どの方法でも人体に吸収される精油はごく微量である。精油を吸入した場合、匂い分子が嗅覚器で神経インパルスに変換されて脳に伝わり、心身に影響を与える。嗅覚は感情に密接に結びついた基本的な感覚である。蒸散した精油の芳香成分は鼻で感知され、嗅覚刺激として視床下部から 下水体にかけた領域、いわゆる大脳変縁系に到達する。大脳変縁系は脳の中でも原始的な部分であり、変桃体とウミウマが神経インパルスにより活性化するが、この2つは記憶、性欲、感情、想像力の中枢であることがわかっている。香りの吸入で体内に変化が起こり、血圧の変化など、 複数の生理反応が誘発される可能性がある。心理面への方向の影響の研究は、1983年から、嗅覚研究所とエール大学の共同研究が行われた。アロママッサージでは、精油はわずかに、経費吸収され、血液に溶け込むと言われる。ただし、生科学者のマリアリサバルチンは、精油を植物油で希釈して、マッサージを行った場合、 ほとんどの精油成分は経費吸収されずに皮膚に残留する可能性が高いと述べている。アラビアヨーロッパでは古くから精油が治療に用いられてきた。ヨーロッパで精油が効果を発揮するメカニズムの研究が進められているかというと必ずしもそうではなく、かつての漢方薬同様、効果や適応は伝承や経験による部分が大きい。 用法や安全性に関する検証も十分には行われていない。聖路科看護大学の鈴木彩香、大久保陽子は医学中央雑誌におけるアロマテラピーに関する150の論文のうち、声優の種類が記載されていないまたは詳細不明のものが20件あり、実験研究は6論文と少なくアロマテラピーの有用性を示すには十分と言えないと指摘している。 アロマテラピーは、ランダム化比較試験の実施が、極めて難しく、また主に医療の補助的手段として用いられるため、単体では、はっきりした結果が得られないことも多い。精油の偽装が広く行われているため、臨床研究で使用された精油が100%天然で、ない、または、材料植物が表示と異なる、可能性も否定できないなど、評価が、難しい面がある。 不十分な研究や個人的な経験がエビデンスとして取り上げられることもあり、質の高い臨床研究とそのための研究デザインの作成、使用される精油の質、材料植物の品種の保証が必要とされている。医療では看護師ががん患者や妊産婦に対して睡眠促進、負腫の軽減、筋肉の緊張の緩和などの目的で行っている。 精油を用いたマッサージや足浴などが、不臭や不眠等の症状緩和に有効なことは、経験的に認められており、活用されていが、エビデンス確率には至っていない。アロマテラピーの書籍や民間資格で言われる、精油の効能は、ハーブや精油の民間療法の伝承がベースであるものも多く、広く知られた効能でも、 科学的根拠が存在しない都市伝説のようなものもある。古いイギリスの本像書などにあるハーブ療法でチンキやティーの形で使われた情報を引用している場合もあるが、精油には水溶性成分が含まれないためハーブの効能をそのまま利用することはできない。また生化学博士のマリアリス・バルチンはコモンラベンダーや天軸青遺族の通称ゼラニウムの 精油は別の植物の効能などが間違えて引用され、情報が混乱していると指摘している。精油販売業者が無根拠な薬効を主張することもあり、世界中で精油の連鎖販売取引を行うヤングリビングとドテラは医薬品として認証されていない自社精油をエボラ出血熱などに治療効果があると主張して販売したとして2014年に アメリカ合衆国の政府機関、アメリカ食品薬品局から警告を受けている。精油は高濃度かつ複雑な化合物であり、使用には注意を要する。毒性については自然由来であるため全く副作用がない、または使用をやめればすぐに副作用の症状は収まると考えるアロマセラピストも存在するが誤りである。 乳幼児への精油の使用は特に危険が大きく、近くで使用するだけでも問題である。近年はアレルギーを引き起こす精油の監査作用が大きな問題となっており、以前は安全と考えられたティツリー精油による接触性皮膚炎も報告され、日本ではラベンダー精油の陽性率が増加している。アトピー性皮膚炎の患者では、 精油を使用するマッサージで最初問題がなくても、時間を置いて、再び、マッサージを行うと、湿疹が悪化する例があったが、これは、監査が起きたことが原因と考えられている。アロマセラピストの皮膚炎も増加している。低温圧作法で得られた、柑橘系精油に含まれるリモネンは、短期間で酸化し、監査物質に変化し、また高毒性を持つフラノクマリンが含まれるため、 皮膚への塗布は普通行われない。また精油が、喘息やアレルギー、副鼻腔炎、他の呼吸器障害を誘発し、悪化させることもあり、香料が、頭ダの主因となる可能性も示唆されている。気道感染を起こした幼児が、ミント精油に含まれるメントール入り難航を治療に、使用したところ、多くの症例で呼吸器に強い痛みが生じ、少数ではあるが、チアノーゼも認められた。 精油の中毒例はシネオールを含有するもので特に多い。ユーカリ精油で 3.5ml という少量の内服で死亡例が複数報告されている。現在ヨーロッパでは2002年欧州指令により精油は使用条件と警告をラベルに記載する容疑無付けられている。またナノテクノロジーの進化で精油のマイクロカプセル化の技術が確立し、 利用法が多様化し、様々なものに転化されるようになったことで、精油の毒性リスク、監査のリスクは増大している。欧州連合では、欧州における新しい化学品規制リーチが2008年から運用されており、精油を含む香料も対象となっている。ラベンダーなどの一部の精油がアレルギーを引き起こす可能性があるなどの理由で規制対象となっており、 将来的に内服または吸入した場合死亡する可能性があるという警告ラベルが義務付けられる可能性がある精油と薬品との相互作用も指摘されている例えば高圧剤にはグレープフルーツジュースを一緒に摂取することを禁止しているものがあるが柑橘系精油にも含まれるフロクマリンの一種との相互作用のためである 医薬品との相互作用の研究と、その危険性の周知が必要とされている。近年、アニマルアロマセラピー、アニマルアロマなどの呼び名で、ペットの治療や飲み取りに精油を使うことが流行し、それに伴いペットの中毒事例が報告されている。アメリカ獣医師会雑誌に収録された論文では、犬猫におけるティーツリー精油による、 中毒事故が443件報告されている。中毒を起こした精油の量は0 1トルから8 5トルであったが、最小量の0 1トルは、精油一滴を平均で0 0 5トルとしてもわずか2滴である。動物は、食性の違いによって、化学物質の代謝や分解能力に違いがあり、一般的に、 草食動物に比べて、肉食動物は代謝酵素が少なく、精油などの使用性物質の代謝能力は低いとされている。ペットとして飼われる動物では、肉食動物の猫やフェレットは、遺伝的に精油の代謝能力が特に低いことがわかっている。アニマルアロマセラピーは、草食動物である馬に対する精油の使い方が基本にあり、 人間用の処方がそのまま犬、猫に利用されている場合も見受けられる。声優が人体に影響を及ぼす方法は、声優を吸入した場合に、嗅覚刺激として脳に伝わり心身に影響を与えるものと、外用、内服することで血管に入り、全身を巡るものがある。前者は声優の方向による感覚療法、後者は声優の薬理作用を利用した。 薬物療法である。マッサージなどの手段に補助的に精油を用いるものもある。精油の内服は日本ではほとんど見られず、世界的にも少ない。日本では医療にアロマテラピーを取り入れるフランスで内服が一般的に行われると思われているが、薬剤師でアロマテラピー専門書の翻訳を行う林信一郎は、 フランスでも内服用に精油を処方する医師は10人もいないのではないかと指摘している。また、フランスなどの一部の病院で精油を植物油で希釈したものを座薬、肝腸剤、膣に利用することもある。これらの利用は危険が大きく安全面、衛生面の懸念もあり、医師以外の手術が問題となっている。システマティックレビューは 医学的根拠を報告する質の高い研究が存在するかどうか、結果はどうかということを包括的に評価することである。健康な大人のストレス緩和では5つのランダム化比較試験があり、そのメタアナリシスではアロマの吸入がストレス管理に影響を示しているが、研究規模が小さいため結論は強固ではない。不安症状がある人々に対して、 16の RCT が見つかり、有効であるため治療として利用するのに推奨できる。うつ病に対して、12の RCT があり、手法は、香りの吸入、あるいはアロママッサージであり、証拠の質が低いものも含まれるが、害して抑うつ症状の会話に有効である。可能性が示されており、吸入よりマッサージの方が効果が高そうである。12の RCT があり、 睡眠の質を改善するようである。2018年のシステマティックレビューは、月経困難症に有効であった。2018年のシステマティックレビュー、閉経後の女性の性的欲求の低下に対して、ラベンダー、ネロリ他がこれを高めていた。同じく有効とする2017年のレビューがある。頭痛の管理に対するアロマテラピーのメタアナリシスは、アロマテラピーが、 術後頭痛と産婦人科における頭痛に最も効果的であり、頭痛の軽減に利用できるとした。別のシステマティックレビューは、術後の頭痛に関して、9つの RCT があり、5つが有効、残りは無効であり十分な証拠があるとは判断できないと結論した。がんの頭痛は緩和しないようである。2017年のシステマティックレビューは、 熱症の付属症状に対するアロマテラピーの使用の4つの RCT があり、痛みと不安を軽減する2つ、頭痛のみ軽減する1つなどだが、被験者が少なく結論には、不十分とした。術後の吐き気応答に対して、全体的に偽薬と同じ程度であり、また、証拠の質が限られておりこれは、不確実な結論である。2009年、 高血圧に有効だという証拠は、ランダム化されていない研究であり、適切な設計を行った試験が求められる。毒性以外の問題について述べる。多数のアロマテラピーの専門書を翻訳した、高山林太郎は、精油の流通量は、生産量を大きく上回っており、天然の精油に、別の安価な精油や、合成物質を加える。 偽はという偽装行為が広く行われていると指摘している。声優の真偽の判定はガスクロマトグラフィーという手法で行われ、装置はガスクロマトグラフという。天然声優を正確に分析できるガスクロマトグラフを所有する会社や大学はごく少数である。アロマテラピーに偽はされた精油が用いられた場合、純正の精油では見られない反応を引き起こしたり、 監査性を高める恐れがあり、治療効果が期待できないだけでなく、100%天然の精油であっても、アレルギー反応等の症状は起こる、可能性があり、危険性が指摘されている。精油取引や、精油の製造、成分分析に30年以上携わっていた、トニー・バーフィールドは、精油の粗悪品に関して生産者と販売者が、一方的に悪者扱いされるが、 高い品質を求めながら市場価格を下回る声油を要求しているのは消費者自身であると指摘している。現在の風潮では誠実な製造業者、販売業者が生き残ることは不可能に近く実際その多くが倒産している。現在声油の業界は巨大で強力な一握りの国際的企業に支配されている。こういった企業のバイヤーは しばしば、不可能なほど安く、原料を手に入れようとし、生産者が存続できるだけの利益すら認めようと、しないという。2013年には、生油を商材として、国際的に連鎖販売取引を展開するアメリカの企業ヤングリビングと、同業他社のドテラとの間で、訴訟合戦が起こり、その過程で、オーガニック100%天然とされた。 ヤングリビングの精油の検査結果が偽装されており、両者で精油に合成物質が添加され、見はされていたことが明らかになった。近年、通常の療法と代替療法を併用すると、逆の効果が現れるという報告が増加している。医師が、患者がアロマテラピーを別に受けていることを知らない、場合が多く、問題が起こる、可能性がある。 アロマセラピストとはアロマテラピーを行う治療者と考えられるが、アロマテラピーを定義することと同じく、アロマセラピストを定義することは困難である。英米や日本では公的な資格がないため、ごく短い教育しか受けていなかったり、十分な知識を持っていなくても自称することができる。リラクセーション目的でアロマテラピーを行う、ヒー従事者も多数存在するが、その知識、 技能には大幅な差が見られる。また、アロマテラピーの学校や講座も数多くあるが、値段が高い講座の教育水準が必ずしも高いとは限らない。生科学博士のマリアリス・バルチンは、科学的、学術的研究に興味を持つアロマセラピストは非常に少なく、完全に否定するセラピストもいると指摘している。ベルナーは、 アロマセラピストの声優の説明には単純な間違いも多く、多くのアロマセラピストは事実上科学を理解していないと指摘している。ニューエイジとの関係からか、先生術や宝石療法、霊気などスピリチュアルな要素を組み合わせて行うセラピストも存在する。アロマセラピストの中村淳さんアネルズはマッサージの上手なアロマセラピストは多いが、 精油をよくシリコ客に合わせて選択ブレンドできるアロマセラピストは数少ないと述べている。なお、日本ではマッサージを行うにはアンママッサージ施圧師の免許が必要であるが、アロママッサージを行っているセラピストが必ずしもアンママッサージ施圧師の免許を保有しているわけではない。消費者庁によれば、リンパオイルアロママッサージによる健康被害が報告されている。 無視角マッサージ師問題も参照。なお、フランスでアロマテラピストを名乗ることができるのは医師のみであり、声優の知識を持つ医師を指す。そのため、日本や英米と異なり、医師免許を持たないアロマテラピストは存在しない。アロマテラピストの数は非常に少ない。アメリカの心理学者エルマカチョンは、アロマセラピストの効果に関する主張は、 原因を混同し、曖昧で、疑わしいもので、科学的に根拠づけられていないと完全に否定している。また、アロマセラピストの、お香りは、空気から消極的な勢力を洗い流す、暗息効が悪霊を追い払うなどの主張を上げ、その実態のなさを揶揄し、心身のハーモニーやバランスの回復に役立つといえば、どうとでも解釈できるので、無意味な発言であると述べている。 また、アロマセラピストは、と思われている、と言われていると頻繁に口にするが、実際はどうなのかと問いかけてる。歴史的に見て、香料植物の多くは高額で取引され、王侯貴族などの富裕層に愛好されてきたが、そもそも香料植物の多くは希少なものである。その上、精油は植物を蒸留するなどして作られるため、原料として、 大量の香料植物を必要とする。香料需要の拡大やアロマテラピーの普及で大量の精油が求められることで精油の原料となる香料植物の乱獲や大規模栽培による自然破壊が問題となっている。特にローズウッド、白檀、乳香など樹木から採取する精油は乱獲や森林伐採の影響を大きく受ける。樹木の成長には 時間がかかり、植林などの対応が取られても結果が出るのはかなり先のことになるためである。白弾のように成長が遅い品種では、精油を採取するまで最低30年かかり、採取対象としては60から80年を経たものが望ましいとされる。インド政府によって、白弾の伐採は管理されており、樹齢三十年以下の木を伐採することは禁止されている。 ローズウッドは乱獲により絶滅に瀕しており、ワシントン条約のレッドリストに登録されている。入港を産出する木は今後50年で90%減少すると予想されており、持続は不可能と考えられている。また、生油原料が大規模栽培されることで自然が破壊される問題もある。例えば、リーは抗菌力に定評があり、 過去何度も流行して、急速に生産が拡大し、ブームの度合いによって、値段が乱高下した。オーストラリアに自生するテーツリーが乱獲されて、森が奥地まで切り開かれた。そして、知識のあるなしに関わらず、大勢の人間がテーツリーの栽培に乗り出して、プランテーションが作られ、自然が大規模に破壊された。現在では、プランテーションの管理者も育ち、 上流や収穫の技術も進化し、持続可能な栽培に取り組む農家もあるが、自然破壊の問題が解決されたわけではない。日本でもアロマテラピーは普及し、精油の消費量は急速に増えているが、環境面の問題はあまり認識されていない。日本アロマ環境協会が、表示基準適合精油認定制度を行っているが、 成分分析表の提出や環境面への配慮は認定条件に含まれていない。適正価格とは言えないような安価な精油も流通しており、偽和によって水増しされた精油が100%天然と偽って販売されるケースも懸念されている。アロマテラピーを業務で行っていたエステティックサロン店で衣類やタオルが自然発火を起こす事故が続発し、問題となった。 これは精油中に含まれる不飽和脂肪酸などが、重合を起こしたり、酸化される際に生じる熱が、繊維の断熱性によって蓄積したり、乾燥機にかけて反応が加速し発火点に至ることが原因である。また、京都市消防局は、アロマポットというタイプを使うアロマテラピーで、条件によっては、安定燃焼していたろうそくの炎が異常燃焼を起こし、 近くの可燃物に着火し、火災が起こる危険性があるとして注意を促している。アロママッサージの看板を掲げる店舗で違法な性的サービスを提供したことによる風俗営業法違反で逮捕者が出ている。近年日本では中国マッサージ、アーユルベーダーマッサージ、アロママッサージなどのマッサージに性的なイメージが広まっており、 追加料金で違法な性的サービスを提供する店舗が増えている。リラクセーション目的のアロママッサージ店で男性客が性的サービスを要求することがあるなどトラブルも起こっている。ヨーロッパの古文書に見られる上流装置アレンビック。アラビア語、あるアンバイクに由来する。日本に伝来したランビキの断面の色図人工行量が作られるまで、 香りはすべて植物、または動物から取られた。古代では、樹脂などをそのままか、またはそれらを混ぜて使った。その後、芳香成分が動物性、植物性の油に溶けることに気づき、香りを移した香油や香膏が作られ、水にも少し溶けることから、香り水も利用された。香水と訳されるパフュームは、 ラテン語のパーフューマムに由来する言葉で、昔は、固体、液体を総称し、パフュームと呼んだ。この節では、芳香成分をアルコールに溶かしたパフュームを、香水とし、他は、香料、香油などとした。香料植物の利用は、古代に遡り、粉香料としての利用が、最も古いと考えられている。香りの心身への影響も知られ、 精油を用いた治療も古くから行われた。ギリシャローマの医学が伝わったアラビア圏では医学、錬金術が発達し、精油や方向上流水が治療に使われた。12世紀にアラビアからヨーロッパに医学、錬金術が伝わり、上流技術が普及すると、精油が広く医療に利用され、アルコールの上流技術が確立し、上流種が広まると、 高料植物、ハーブを使ったリキュールが流行し、後に香水として利用された。20世紀に入ってから、精油を用いた治療がアロマテラピーと名付けられた。また、日本には、精油を上流する、上流期、乱きが16世紀半ば、江戸時代には伝来しており、乱放医学で精油が治療に使われていた。 アロマテラピーという言葉が日本へ紹介されたのは1980年代で、イギリスからの自然派美容マッサージという形で導入された。香料植物の利用は古代に遡り、香りの心身への影響も知られ、精油を用いた治療も古くから行われた。人類は、用の東西を問わず、植物の方向を、祭祀、儀礼、治療、美容に用いてきた。香料が、 初めて記録に登場するのは、紀元前3000年頃の古代メソポタミアで、香料が神に捧げられていた。また、花やスパイスの香りを油に移すために使用したと考えられる土器も発見されている。エジプトで乳香などの香料植物が、祭祀、美容、医療に大いに利用され、もつ薬はミイラ作りもいられたことで知られる。上流階級の間では、 体に香を焚いたり、香校が利用され、ツタンカーメン王の墓からは、アラバスタ、生の香油壺が発見されている。エジプトの香料文化の影響を受けたギリシャでは、香料の調合、製造の技術が発達した。ローマでは、香料文化はさらには繁栄し、香油、香甲、粉末や、固形の香料が利用された。この頃の香料の製法や医療における利用法は、 タイプリニュース、博物詩やディオスコリです。薬物詩に残された。薬物詩はアラビアヨーロッパで1500年以上薬学の最も権威あるテキストとして利用された。古代インドでも香料は宗教儀式で重要な役割を果たし、ジャスミンはバラモン教の経典に神聖な花として記されている。古代中国では香料植物は公約、 香辛料として利用され、新農本草業にも多くの方向性小薬が記録されている。仏教が伝来してからは、邪行、人行などが、訓行、仙行などの紛行料や図工としても使われ、6世紀になると仏教と共に日本に高文化が伝えられた。精油を用いた治療も古くから行われ、紀元前3000年頃にメソポタミア地域で使われた。 考古学的な証拠があり、上流用の抽出瓶は薬剤師や香料製造者が利用したと考えられている。メソポタミアの遺書によると、テレピンの木から取ったテレピン油が傷薬として使われていた。このように香料植物や精油は古代から利用され、世界の各地域で独自に発展し、近代医学が発達する以前の人間の健康を助けた。 今でもそれらは伝統医学や民間療法として受け継がれている。イブンアルバイタールの彫像。スペインアンダルシア地方、マラガヒポクラテスに代表される古代ギリシャの医学は、ローマ時代にガレノスによってまとめられた。潮流技術は、一世紀のアレキサンドリアの錬金術師たちによって改良され、古代ローマでは、 動物性油脂に精油成分を溶かし込んだ軟膏なども用いられた。イスラーム圏では、ギリシャローマの医学をベースに、ユナニ医学が発達し、錬金術の発展で科学が進歩した。中世イスラーム世界の錬金術と科学では、抽出、上流、発酵などの手法が、薬物製造に結びつけられ、薬学は一つの科学としての基礎を持った。陶器。 ガラスの製造も高度な技術が発展し、上流など、薬物製造に用いる器具が作られた。イスラーム圏の錬金術師、薬剤師たちによって、後期成分抽出法の一つである水、蒸気蒸留法が確立されたと言われ、上流装置アレンビックの考案、改良者として、哲学者、錬金術師、ジャービルイブンイコールハイアーンの名が知られるが、この装置は、 乱引きの名で日本まで伝わっている。が、水蒸気上流法を確立したとするものもあるが、水蒸気上流によるバラ水の生産は、彼が生きた、時代以前から一大産業であった。上流の歴史において、水蒸気上流の発明者、または装置の改良者として、イブンシーナーの名前が挙がることはない。アラビア圏では、方向上流水や精油が製造され、 治療に用いられた。医学の大家であるイブンシーナーの医学天般にはバラ精油を用いた治療法が記されており、香油や香膏を使ったマッサージについても説明されている。水蒸気蒸留法やその器具についての最も古い記述は医師、薬剤師、植物学者、科学者であったイブンアルバイタールの薬と栄養全書である。製造された精油は 高料香油として用いられたり、高価な薬に混ぜて使われた。またこの本には、バラスやオレンジ水といった、芳香上流水について、詳細な科学情報が説明されている。ヒエロニムス・ブランシュバイク、上流術の書。中央にあるのは、上流塔。中世ヨーロッパでは、高料植物の栽培と利用はもっぱら修道院で、行われ、アラビアから、 錬金術が伝来するまで植物成分を水や植物油やワインに進出して用いた。当時の西洋文化圏の最先端であるユナに医学やアラビア錬金術は十字軍によるアラビア侵略を契機に徐々にイタリア、スペインなどヨーロッパに伝わっていった。儀式での香りの利用はフリゴーロなどの記事を参照のこと。アラビアの錬金術は12世紀には ヨーロッパに伝わった。蒸留術はヨーロッパでさらに改良されたようであり、蒸留液が効果的に冷却できるようになった。13世紀になると、貴金属の製造を目的とするものと、パラケルススに代表される医学的な錬金術に分かれた。医学的な錬金術では、蒸留などの化学操作によって、自然物に含まれる第五精髄の抽出が目指され、 パラケルススは、医科学の祖と呼ばれる。こうして、上流技術は、医療面で広く求められるようになり、ルネサンス時代には、多くの上流書が書かれた。ドイツの外科医、ヒエロニムス・ブランシュバイク、上流術の書がよく知られている。この本では、上流法や器具、上流物の保存法、原料となる植物や上流水の効能について、説明された。第二版には、 声優療法の理論的な背景として、マルシリオ・フィッチーノが健康と長明について語った、生についてドイツ語訳が収録された。この本は、聖職者や一部の貴族だけが習得したラテン語ではなく、一般の読み書きに使われたドイツ語で書かれており、外科医や薬剤師、薬首相など知識層以外の人々にも広く読まれた。17世紀初頭まで50版以上出版された。 精油は病気の予防や治療に広く使われ、14世紀に繰り返し流行したペストの治療にも用いられた。ルネサンス期フランスの医師、先生術師であったノストラダムスは、ペスト患者の舌下にバラ精油を含む岩薬を置いて、治療を行ったと記録されている。オリータータンのボトルのラベル上流技術の一般化で、精油の生産量が増大し、14世紀頃には、 ヨーロッパ全域でハーブ栽培が一般化した。これにより、中流過程にも簡単な上流機が導入され、自家製の方向上流水などが作られるようになった。15世紀に入ると、イタリアで様々な薬用リキュールが作られるようになり、1480年には医学の町として知られるイタリアの都市されるので、精油成分を含むリキュールが薬として生産された。 ハーブ製品や精油、リキュールが生産され、各地に運ばれ販売された。幼年教育のソフリードリヒフレーベルの故郷として知られるドイツ中林源地方の森にあるオーベルバイスバッハはハーブ薬、精油、高校などの香油、新機材、石鹸などのハーブ製品の産地として何世紀にも渡って知られていた。原料となる植物を採取する森のエリアは、 各家庭に受け継がれ、ハーブ薬を販売するルートも父から息子に受け継がれた。彼らは声優などのハーブ製品をヨーロッパ中に売り歩き、バックルポセッカーと呼ばれた。ポマンダーを身につけた、ベネチアの貴婦人ペストの薬としても重宝された、リキュールなど良い香りのするアルコール水は、後に香水として利用されるようになった。ラベンダー水やハンガリー水が、 香水の原型と言われる。中世西,西ヨーロッパの医学では、病気の原因は正気であると考えられた。そのため、人々は、ペストなどの病気を防ぐために、ハーブやスパイスの成分を溶かし込んだ香水をつけ、スパイスを焚いて、街を消毒し、ポマンダーや香りの強い花束を持ち歩いた。強い匂いが正気を防ぐと考えられたため、これらを入手できない。貧しい人々は、 臭い靴下やタールを塗った、ロープなどで代用した。ルネサンス期の上流技術の発達で、イタリアでは、香水の製造技術は、急速に進歩し、地中海沿岸地域のイタリアフランス南部では、王公貴族や富裕層の間で香水が流行した。18世紀の終わりには、フランスのグラースが、香水の生産地として栄えた。リキュールなど良い香りのするアルコール水は、 外用、内服用として19世紀まで治療に使われていた。1810年にナポレオン条例によって、フランス国内で販売される香水の成分を明記することが義務付けられると、製造業者の大半が成分を明らかにすることを嫌ったため、医薬用を除いて国内市場から締め出され、香りを楽しむ香水と衛生の領域に分かれていった。 クマリンの化学構造19世紀に入ると合成香料が誕生し徐々に工業生産されるようになった。1876年にウィリアム・パーキンがクマリンの合成に成功し1882年にフランスのウビガン社がクマリンを使って香水フジェール・ロワイヤルを発表した。この香水は高く評価され人工香料による香水の製造が 本格的に始まった。オットー・バラッハ、アウグスト・ケクレ、レオポルトル・ルジチカ、1887年から1976年、ノーベル化学賞受賞らの研究で、多くの人工工量を安価に製造できるようになり、高級品であった香水は一般に普及した。1804年には、ドイツの薬剤師、フリードリヒ・ゼルチュルマーによって、 初めてアヘンから有効成分モルヒネが分離、抽出された。これによって、薬用植物の有効成分が化学物質であることが分かり、以降植物から薬効成分だけを抽出する研究が進み、薬剤として用いられるようになった。こうした化学、近代医学の発展で天然香料の実を使った自然香水や精油を用いるヨーロッパの伝統医学は下火に、 なっていった。20世紀初頭、精油を医療に利用し、その薬理作用を科学的に解明しようという試みが始まった。1901年には、イギリスの病院で精油が治療に使われた。イタリアでも、ガッティやカジョラ、パオロ・ロバスティなどの医師が精油の抗菌力の研究を行い、フランスでも精油の効能が科学的に研究された。 ルネモーリス・ガット・フォセフランス南フランスのプロバンス地方の調校師、香料の研究者であったルネモーリス・ガット・フォセは精油を使った治療に興味を持ち、友人医師らと共に精油の薬理効果の研究を始めた。ガット・フォセは精油を使った医療をアロマテラピーと命名し、自身の研究や友人医師の報告をまとめ、アロマテラピーという造語をタイトルとし、アロマセラピー。 レホイールエッセンシエルホルモンズバイヒトレスを刊行した。ガットフォーセが用いた精油は、超高脂だったためテルペンレス加工がされた精油であり、合成香料の使用にも、肯定的だった。フランスでは、モンシェール医学博士や、薬剤師セブランジュが精油を活用し、アロマテラピーの発展に貢献した。アロマテラピーは、数年の間医師たちに注目され、第一次世界大戦では、 戦場でティーツリー油やラベンダー油が利用されたが、構成物質の一般化などで忘れられてしまった。ジャンバルネフランスの医学博士ジャンバルネは、第二次世界大戦とインドシナ戦争に従軍した際に、負傷者に精油を使った医療を実践して、功績を上げ、軍績を離れた後も、民間の病院でアロマテラピーを行った。1964年に、 ジャンバルネ博士の植物イコール方向療法を表し、アロマテラピーを再び有名にした。現在フランスでは、アロマテラピストを名乗ることができるのは、医師のみであり、患者が希望すれば、精油を処方する医師も一部存在する。精油は、保健体障害であるため、アロマテラピーは、病院ではほとんど行われていない。精油は、薬局で、処方箋なしで購入することができ。 伝統的な家庭薬として利用されている。フランスのアロマテラピーでは、方向物質の薬理効果が重視され、香りはほとんど度外視される。香水の本場であるためか、精油がリラックスや香りを楽しむ目的で使われることも少なく、精油を使ったアロママッサージもほとんど行われない。香りを利用した両方としては、精油の香りによって精神疾患や 神経系疾患を治療するための療法があり、オルファクトテラピーと呼ばれている。また、香りの記号学的な機能は、イギリスでは活用されているが、フランスのアロマテラピーには見られない。イギリス外科医助手で、死神術の専門医と結婚したマルグリット・モーリーは、フランスのシャバーヌ博士のレ・グランデス・パッシビリテ・パールレ、マティエール・オダリ・フェランテスや、ルネ・モーリス・ガット・フォセの 方向療法といった書籍に影響を受け、アロマテラピーを主に美容方面に活用できる技術、若返り療法として研究した。アロマテラピーを美容や食事療法を含む健康法として発展させ、インド伝統医学のアーユルベーダ、中国の最古の医学書の一つ、皇帝内教、それらの影響を受けているチベット医学も取り入れた。シャウマンベルナーは、 神秘的なアジアに対するアロマセラピストの憧れもヒッピーに代表される1960年代の脱社会主義の名残であろうと指摘している。モーリーのアロマテラピーマッサージは精油を植物油で希釈して行うオイルマッサージでバレーリウスなどの芸術運動の影響を受け感覚を通じた陶水感、重足感を重視した。パリスイスイギリスにクリニックを開いて 美容法として顧客にアロマテラピーを手術し、生徒を育成した。美容や健康、アロマテラピーについて、青春という資本にまとめ、これは後に英訳された評判となった。モーリーの生徒たちは、イギリスなど各地で活躍した。アロマテラピーは、1960年代に始まる、欧米のニューエイジ運動の中で、アーユルベーダや東洋医学と共に注目された。 ヒッピーだったロバート・ティスランドは、アロマテラピー、方向療法の理論と、実際で、方向療法の基本原理は、神秘的な生命力、影、非、有機色で、その概念を説明するモットー、自然の法則は健康の法則である。この法則に即して生きる者は、病むことが決してない。この法則に従う者は、体の、あらゆる部分の平行を保ち、 それにより、真の調和を確保する。調和は健康であり、不調和は病気である。は、アメリカ人のリバイ・ドーリングが、イエス・キリストの人生の知られていない17年間を、アカシックレコードを練習して、手記として記したという、法病宮福音書から取られている。ティスランドは声優の紹介の際、学名、科学的な医学、制約学のデータとともに、影、人支配性を上げている。 神秘思想を持ったヨーロッパの伝統的な本造学や製薬学からも多く引用が行われている。この本は英語ではモーリーの著作の英訳を除けば初のアロマテラピーの著書で世界的なアロマテラピーブームの講師となった。ティスランドは1987年にアロマセラピスト養成学校を設立している。1990年代には多くの国で アロマセラピスが登場し、一般向けの入門書が出版されるようになった。ベルナーは、アロマセラピストの多くは、女性で、アロマテラピー関係の本は、リラクセーション、美容、インテリアが主で、セラピスト自身の宣伝も大きな目的のようであると述べている。ドイツドイツでは、自然療法が盛んで、ハイルプラクティカーという国家資格が存在する。アロマテラピーは、 自然療法の一環として行われ、方法は精油の吸入が中心である。中近東、西アジア中近東、西アジアは、アロマテラピー発祥の地の一つであると言える。ユナに医学が受け継がれる地域では、現在でも精油を使った治療が、盛んに実践されている。日本ポプリほか様々な精油が用いられる。アロマテラピーの研究は、日清月歩であり、 日本語の最新情報は少ない。ありがとうございます。